こんにちは、まあ、です、今日は、監禁中の続きやっていきたいと思います。前回チャプター1、監禁の始まりをクリアして終わりました。次はチャプター2ですね。おっと、広告がやらしいですね。はいだ。あ、そうだ、またこいつ監禁されたもんね。おお、本当に牢獄みたいだな。大丈夫、そんな殴られて。服の上から何かが落ちた。なんだこれ、ボール？あ、プラスチックなんだ。そうだよね、まあ、逆だったら嫌ですよね、こんな状況。竹内、あいつか。今度は何を企んでやがる。いや、竹内ではないんだろうな。おう、お、スマホ、また。はい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 。ああ、外にある。なんか光ってる。あ、それも気になるけど。はい、すいません。なんかあるかな。なにこれ、なんか見れないの？これは？あ、傘あんじゃん。これはラッキー。で、あれか、装備しろと、傘を。おー、取れた。ちゃんとライムはできるんだね。おー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。月のから見ようかな。信じられないかもしれないけど、また閉じ込められてる。空。今日大変だったね。もう寝ちゃってるかな。おやすみ、ハイダ。ゆっくり休んで。ハイダ、学校来ないの、やっぱり疲れてるよね。それとも入院中、何かあったの？監禁されるなら空にされたいよ。うるさいよ。え？またなの？本当に監禁されてるならそんな冗談言ってる場合じゃないでしょ。本当だよ。どうしてハイダばっかりこんな目に遭うのよ。俺もそう思う。大丈夫だよハイダ、今度もちゃんと助けに行く。まずは落ち着いて周りを調べて情報を教えて。竹内、許されることだとは思っていませんが、昨日は本当にすいませんでした。力になれることがあれば何でも言ってください。もう何なりと協力は惜しみません。二度も閉じ込めて、お前どういうつもりなんだ。何のことです？二度も閉じ込める。もしや昨日と同じ状況にあると。察しがいいな。私の所業ではありませんよ。今日は家族と過ごしているんです。ですので、ハイダさん、安心してください。必ずや力になりますよ。お前じゃないなら誰がこんなことをすると思う。私が言うのもなんですが、よほどの目的がないと人を監禁するなどと上等、見えなくなった、行動は取らないと考えます。あるいは精神異常者でしょう。お前が言うなよ。はい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 、戻るよ。桜木って誰だ？新キャラか。何かと俺をディスってくる女好き。モテるからなおのこと腹立たしい。これなんて読むの？おしゃれに疎い。
違うか。監禁とかかまってちゃんかよ。あ、おしゃれにうるさいか。お前竹内に監禁されたんだって。あんなんに気絶させられるとか、どんだけひょろひょろなんだよ。うるさいな、不意打ちだったんだよ。てかそういう煽りしてる暇あったらお前も協力してくれ。フィッター、出たフィッター。まさかお前また。笑いたけ笑え、笑い。どうしてソラちゃんは俺でも月野でもなくお前なんだ。お前どんな手使った。なるほど、よし、おお、クリア、オッケー。そっか、新キャラも出てくんだね、徐々に。サーチスタート。はいはいはい。あ、何これ。あ、シャメね、シャメ。フィッターにあげるよ。これは特に、おおお、開けようよ。あ、開かないんだ。シャメ、え、フィッター、フィッターにアップ。ここはこれ何、穴。あ、これトイレかい。シャメ、またシャメ。お、ベッドあんじゃん。シャメ、めっちゃフィッターにあげるやん。あ、なにこれ、なにこれ、怖。うーん、はい、シャメシャメシャメ、なんでもシャメ取るよ。うんうん。あとは気になる、あ、それもういいよ。あとなんかあるかな。これはいいよね。特にないかな。フィッターも特にないか。あ、待って待って、あのさ、この装備ちょっと変えた方がいいかな。この弾は何に使うんだ。あ、さっきのガラクタか。これはきっとこっから出てきたんだ。あれ、そういう問題じゃない。あれ、ちょっと積んだんだけど。ああ、これ光ってた光ってた。これもシャメ。よし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 、来た、ライム来た。よしよしよし、ひなた、やほやほ、ハイダくん、気分とか体調はどう。竹内のやつほんと許せない。責めるわけじゃないけど、そらちゃん、ハイダくんの彼女なのに異変とか気づかなかったのかな。また閉じ込められちゃって出られないの。うん、いやほんとね、二連ちゃんはすごいね。そらちゃんはやっぱり昨日はハイダくんの家まで一緒についていくべきだったと思うんだよね。で、どんな場所にいるの？フィッター。空。何この部屋、囚人とか動物みたいな扱いじゃない。信じられない。大丈夫、暑いんじゃない。暑いってわかるんだね。何か水分補給できるようなものとかないの？トイレの水ぐらいしか。つらいつらい。最悪じゃない。早
く出る方法を考えなきゃ。お、竹内、 KTG の工具箱いいですよね。こう、あ、お湯が沸いた。これですよ。私も父上も使ってますし、竹内建設でも愛用者多いんですよ。へえ。工具箱の中何か入ってました。それが開かないんだ、この箱。ふむ。鍵はついていないですし、接着でもされてるのでしょうか。ああ、そういえば。上方向に、ああ、いやに、横に引っ張んの？おお、役に立つじゃん、竹内。よしよしよし。じゃ、試してみようか。お、ブラダスだ。じゃあ、もう一回工具箱を。おお、開いた。単眼鏡？これは？マイナスドライバーで、あれだ、単眼鏡を装備してこの光るものを見る。なになになに？針金かよ。あ、これで鍵を開けろってことか。え、大丈夫？あ、もうトークモードか。ライム。ソラ、大丈夫？あー、なんとかね。ちょうどよかった、ソラ。ローの外に落ちて針金を取りたいんだけど、針金？鍵の代わりになるかもしれない。え、すごく遠そうだけど。そうそう。ちょっと量が多すぎなんだよな。私からみんなにいい案がないか言っとく。みんなの意見聞く前にいじった方が早そうだけどね。そんなことないのかな。はいだ。機械。その他。あ、掃除道具いいじゃん。衣類。あ、ライム、ライム来た、ライム。おわ、いっぱい来た、どうしよう。え、なんか作用増えた、どうしよう。空から見ようか。私も考えてみたんだけど、うん、ちょっと嫌かもしれないけど、トイレの水を溢れさせるのはどうかな。え、どうやって水を溢れさせ続けた、いつか絶対向こうに水で浮かした。大丈夫それ。臭そうだしさ。反対に、待って待って、他の人の意見聞こう、まず。いやいや、これはちょうどどうかと思うよ。針金のこと、そらちゃんから聞いたよ。絶対掃除用具いいと思うんだけど。あ、そうだ、機械の箱がいいよ、きっと。バカじゃないのかよ。次は竹内。柵から針金までの距離はどれくらいあるのですが。ふう。いや、折りたたまさってるかもしれないじゃん。そうだそうだ、ちょっと待って。最後に、さよ、誰だ。淡白で物静かだけど薄情なわけではない。何を考えているのかわからないミステリアス美人。迷子の迷子のハイダさん。大丈夫だったかしら。聞いてるわ。ついに刑務所に入ったんですって。
ちょっと従ってみようか。あ、やばい、これバッドエンドだ。あー、やべえやべえ、やっちゃった。あー、やってしもた、毒ガス発生。バッドエンド、いつでも再生できる。え、なになにこれ、どっからやればいいんだ。あー、なるほどね。はい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 。じゃあこれはあれだね、作用は、作用はなし。あ、これスキップできないんだ。君の意見は却下だ。はい。これ別に見なくてもいいか、他の。竹内の意見にちょっとやってみようかな。あの、日向だかはありえないから。やってみよう、やってみよう。うわー、これバッドエンドだ。マジか。空か、ここは。いや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 、はい。ガラクタのベッド。じゃあ空だね。空にしよう。まあ、わざわざトイレがあるからね、やってみようじゃないの。彼女を信じよう。ああ、なんかおっしゃった。よし、やってみようか。やだー。なに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 。やだー、ごめん。あ、怖い。はいだ、ごめん。まさかの日向？嘘でしょ。そんなロボットが入ってんの？嘘でしょ。いて。だってもうこれしかないよね、ワンちゃん。ない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 、なんか写メ撮っちゃった。マジかよ、今のが正解。そろそろくたばったか。ソラちゃんは俺がもらうから安心して行っていいぞ。ほんと最低だな。私この箱見たことがあるかもしれないわ。なぜ。私も機械には詳しくないから、桜木さんに聞いてみたら。なんで？へえ、すごいじゃん。じゃあ桜木に
聞いてみようか。仕方ない。興味ねえ。お、優しい。ハードディスクの説明書、中に磁石が入っている。お、磁石取り、おー、ないないない、アイテム合成、2つを組み合わせることで、これ押せってこと？あ、違うか。あ、なるほどね。じゃあこれとこれを合成すればいいんだ。オッケー。よっしゃ。そうだね。あ、待って、そう、とりあえずそう、あ、これくっつければいいんじゃない？え、でも待って、怖いな。ちょっと待ってよ。とりあえず、お、ああ、あ、やっぱり絶対これとこれだわ。ダメなの？あれ、そっか、いいと思ったんだけどな。うん、やっぱこの中か。あれ、もうダメだって。遠いではないよね、もう。なんだろう、何かと。でもきっと合成しろってこと。いや、休憩はしない、しないけど、なんだろう、いや、違う、なんだろう、これ。待ってよ。他にないもんね、使えそうなもの。とりあえず何でもやってみるか。なんだろう。明らかにあれかな。足りないか。情報が足りない。これ絶対違うじゃん。ちょっとこれは、ちょっと待ってよ。何かと組み合わせて使わないとな。まだなんか調べてないのがあるのかな。お、あ、入ってないんかい。思わせぶりめ。少し、あ、少し座って休む。座って休もう。糸、オッケー。
よし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 。これとこれだ。よーし、来たー。んーで、こうだ。おー、なんとか。ちょっとバッドエンド多くて長くなっちゃったな。よし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 。トークモード、ライム。悪い、遅くなって大丈夫か？怪しいぞ、お月の。針金だけじゃ開かないよ。もう一つは、なんでお前が詳しいのか。そうだよね。怪しいな、月の。テンションキーを差し込んで回すと開くんだ。平たくて硬くて細いもの。なんだろう。あ、移動できない。これか。いや、こう。ん？こうか。あ。これか。おーし、来た。え？あー、そういうことか。まずこれで、はいはいはい。んで、これどう？きたー！よし、私もこれでピッキングができる。開いた？おお！ここどこ？おお、光だ。やったじゃん。外かな？え？え？怖い怖い。何この部屋。え？なんでウサギだけ色ついてる。何、また探索モード？お、あいつじゃない？ひなた。違うかな？見つけてくださいという色なの。うん、右目がない。ああ、あれか。これね。これは、おう、開けてみるの。ああ、やっぱり。いい。どんな部屋だよ。田中にお部屋の増築をお願いした。これできっとあれかな、好きなのかな、この灰田のこと。それで監禁したみたいな、そらちゃんから奪う的な。なんかだってね、ライムの感じそうでしたよね。おお、怖いよ。
おおお、来た来た、バトル。そんなはずはないんだよ。どれどれだろう。これか。よっけ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 。お前の部屋で間違いない。これだな。あ、違う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 、これかな、これだ。よし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 。わざとらしい。ちょっと待って、ワンちゃんの部屋。どれだ、これか。やべえ、間違った。ちょっと待って、あー、これだ、これ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 。よし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 。そうだそうだ。嘘だ、お前が犯人だ。ん？あ、選択が違ったのか。ああ、なるほどね。はいはいはい、それはこれだ。よし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 。え、いや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 、これはないでしょ。田中という人物がウサギになった。え、怖いんだけど。ウサギになった。ああ、そういうことね。びっくりした。ウサギなんか殺されてウサギになったのか。なんかえぐいこと考えちゃった。そうだそうだ。おお、田中のお出ましか。おお、まさかのロン毛。え？迷惑だな。勝手なこと言うなよ。何これ。
結構今回バッドエンド多かったな。日向が俺を好きだということは、そりゃね、そうでしょ。やっぱ好きだったんだね、ひなたちゃんは。で、どうせまた監禁されるんでしょう。お、怖い怖い。そっちか、そっちか。あ、普通に終わった。 To be continued。 面白いよ。レビューは後でね。 OK。 はい、ということで、ちょっと長くなってきてしまったんですけども、チャプター2クリアすることができました。よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。